時は徳川五代将軍綱吉の時代、朝から何やら騒々しく町民たちがこぞって、考察に目を向けていた。そこには、賄賂は、現金のこと、の部分に、墨で線引きされた跡がついていたことから。町奉行所は業を煮やし、そこを修正しても、またなおかつ、同じくいたずら書きをされてしまう始末で、拉致が開かない。そこで犯人とおぼしき浪人、堀田隼人に目が止まり、 目明かしに追われて、銭湯へ逃げ込むホッタに、番台の手引きにより、どうにか堀部康兵衛が一芝居打ったところで、難を逃れた。考察のいたずら書きは、賄賂を受け取るお役目たちの偽善を暴くための無言の抗議だった。一方、晩秋阿公五万三千石の当主浅野匠守は、国元の上代家老、大石蔵之助らから贈られた阿公の鯛の浜焼きに上機嫌であった。匠守は直視教皇役を命ぜられ、 作法指南役で何かと嫌がらせを仕掛ける、キラ・コウズケノスケには腹立たしさを日々感じてはいたが、親友、脇坂淡路守にも悟され、辛抱強くしていたが、あまりにもキラの傲慢なるやり口と言い草に勘人袋の尾が切れ、ついには人情事件を起こしてしまい。悲願ながら匠の神は、即日切腹を言い渡され、決行された。その秘宝と無念さに心痛した大石蔵之助以下四十七人は、匠神の仇討ちをするため、 元禄十五年十二月十四日、本所松坂町吉良亭へ打ち入った。これが中心蔵、赤穂浪士の代替の筋書きである。中心蔵の映画化のいきさつは、古くは戦前の尾上江松之助から始まり、戦後の現在へと長く継承されている代表的な時代劇だ。また、大石蔵之助を筆頭に浅野匠の神と演じる配役も多いことからもわかるように、 時代劇の中でも大作映画として名だたる時代劇映画と認知されており、大衆の心を広く掴んでいることはもはや言うまでもない。そして、そこには現代にも通じる普遍的な人間の心理とも呼ぶべき現実感が、時代を超越して人々の心に未来永劫、を受け継がれてきたからに他ならない。そこで各映画会社が、必ずや豪華スター夢の共演と銘打って公開される中で、本時代劇の重鎮、 大石蔵之介こそ本作品の重要な要となる存在なのである。戦後、東映で最初に封切られた中心蔵、時代劇が1952年に公開された、阿光城、俗阿光城からであり、大石蔵之介を演じたのは知恵蔵御太子と片岡知恵蔵であった。それは翌年の女患者秘文、阿光浪士、も同じく知恵蔵であったことから、さすがにその3年後には、 知恵蔵から歌右も門音体へとバトンタッチされ、白黒からカラーとなり、赤穂浪士天の巻、血の巻、で大石を市川歌右も門が演じた。ちなみに知恵蔵は、本作では立花左近を演じ、さらに1959年1月公開の中心蔵大岡の巻、菊花の巻、では、再び知恵蔵が大石を演じ、歌右も門は脇坂淡路の神を演じた。そして最終的に両音体における中心蔵作品は、 その2年後の3月に公開された、アコーローシ、画量音体の最後を飾る中心ブラ作品となった。そして、年末といえば映画館で時代劇を見るのが定番であり。そこでは各映画会社がこぞって、年末恒例の時代劇を作り、研鑽した。その代表的な時代劇といえば、やはり後にも先にも中心ブラ、であった。多くの観客は、皆、時代劇を見なければと、映画館へ足しげく通った。 そこで今回は暮れも近くなり、年末に向けて、東映時代劇の決定版、赤穂浪士について話してみたい。今回は東映創立10周年ということもあり、その主要キャストたるや、前回同様に豪華俳優陣で埋められ、贅沢この上ない、東映時代劇の底力を感じさせた大作だった。知恵蔵音太が定番の大石を演じ、浅野匠の神を大川橋蔵。 脇坂淡路守を中村金之助といった看板スターが演じ、その他人気スターが勢ぞろいし、おのおのそれぞれの持ち味を遺憾なく発揮させた。そして本作の肝心要の悪人役の吉良幸介之助役には、この人を置いて他にいないのではないかと、その老下な人柄を肉々しく演じた月型龍之介であった。吉良役はこれまで鈴木田ダケや新藤栄太郎が演じ、月形も知恵像。 歌えもん両音隊の主演映画でキラ役を演じたが、やはり月形のキラ役が印象深い。知恵像、歌えもん両音隊を中心に、彼らの見せ場を公平にさせるよう、それぞれの出番の仕方に工夫が見られ、きっちりとした配慮が見られた。また、それは同じく金之助や橋蔵の登場の仕方などにも、2大看板スターとしてのカメラ割りの数などに互いの人気を二分する人気度が伺えた。 そして、それに続けと、若さみなぎる青年剣士役の松方弘樹や、里見光太郎、中堅クラスの俳優陣たちに、東映上のお姫様と、戦前戦後に活躍した大御所のスターに至る、超大作時代劇映画の決定版であった。年間興行成績も過去の、赤穂浪士、野中新蔵、に続いて配給収入、第1位を記録し、 いかに時代劇映画が、この時代の頂点を極めた作品であったかがわかるというものである。敵方のこの絵十四郎に、前役の山形勲の対照的な配置に、過去の2作品ではキラ・コウズケノスケを演じたススキダ・ケンジが、ここでは四十七師の一人堀部弥平を演じていたのもユニークと言えた。最も,も本作の極めつけは、お座敷の廊下で顔を合わせた知恵像、歌右衛門両音帯のアップのカットシーンは、両音帯の貫禄ぶりには、 両者ともに力強さを感じさせ、互いにセリフもなく、目と目で通じ合う、二人の感慨深さが感じみられる絶妙なシーンであった。まだまだ語るべきことはたくさんあるが、あとは本編を見てご堪能いただきたい。